西宮博氏は、日本の官僚、政治家、陸軍事政官、茨城県水戸市出身、内務省、戦後に、自治省係長、岩手県水道町、宮城県副知事、日本社会党所属の衆議院議員。岩手県水道町を経て、1956年10月に、新たに宮城県知事に就任した、大沼康氏の副知事に任命される。 1959年3月、大沼の旧姓を受けて、知事選に立候補したが、落選。翌1960年の第29回衆議院議員総選挙に日本社会党公認で、宮城一区から出馬し初当選。1963年に再度、宮城県知事選に立候補するが落選。同年の第30回衆議院議員総選挙に再出馬し、当選した。 全勤本山労働組合葬儀では支援協等会議議長を担う。支援集会後のデモ行進では機動隊とも見合いになった。また、世界連邦運動推進団体、世界連邦日本国会委員会第6代事務総長を務めた。議員末期は社会党を除名され、1980年の衆議院選挙で落選し、1983年参議院。 議員通常選挙で MPD、平和と民主運動から立候補、落選以降は政界を引退し、仙台市内で労政事務所を開くなどしていた。社会党では派閥につくことはなかったが、江田三郎を忍ぶ本が出版された時は、信仰があったのか文章を寄せている。このことから思想的には右派に属していた。冤罪の疑いのある、丸小事件の被告で、 無期懲役に処せられた利得権の仮釈放に助力した。2003年11月22日11時33分、肺炎のため仙台市青葉区の福祉施設で死去。97歳没。ありがとうございます。